皆さんこんにちは、公認会計士の小林裕司です。本日は公認会計士が活躍できるフィールドを私の独断ですけれども3つご紹介させていただきたいと思います。もちろん代表的なものは監査法人、公認会計士が集まって監査をするところですけれども、監査法人に勤務をして財務諸表監査を行うというものが一番の、オーソドックスというか王道のパターンになります。この後、3つご紹介させていただきますけれども、これが全てではありませんし、自分自身で知識をブラッシュアップしていかないとどんどん活躍スキルが減っていってしまうと思いますので、もちろん自己研鑽というものも必要ですけれども、監査法人以外で3つのところをご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目、これは私も含めてですけれども、税理士として活躍するというフィールドがあります。公認会計士は税理士の試験を受けることなく税理士登録をすることができます。本当は公認会計士の名前で税務業務を行うことができればいいんですけれども、日本の税理士法では税務業務を行う場合には税理士でなければならないとされておりますので、公認会計士が税務業務を行う場合には税理士会に登録をして税理士業務を行うことになります。もちろん難しい税理士試験を受けずに登録するだけで税理士をもらうことができるというところが公認会計士の一つのメリットではありますけれども、税務業務を行うと、そういったフィールドが一つあります。2つ目です。これは企業内会計士となることです。どういうことかと言いますと、一般的なイメージとして一部上場企業の、一般事業会社ですね、この中の経理部門で公認会計士として勤務をすると。で、会計の知識をその経理のところに生かすということになります。特に一般事業会社でなかなか人材が不足していると思われるところは連結業務ですね。決算を組む中で単体の決算の他にグループ会社全てを含めた連結決算というものを行いますけれども、この連結決算についてはやはり公認会計士の強みがあると思います。また大きい会社にとっては外部の監査、いわゆる監査法人の監査を受けることになりますけれども、その内情をよく知っている公認会計士、これが監査対応することによって監査がよりスムーズにいくと、そういったメリットもあります。こういったところで近年では企業内会計士として転職をされて事業会社の経理部門で働くと、そういうところも多いと聞いております。また経理だけではなくて内部統制監査、この経験を生かして一般事業会社の中の内部統制の構築、こういったところにも自身の経験を生かすと、こういったところの活躍の仕方もあります。これが2つ目です。3つ目です。これは公官庁、国の機関、そこで会計士として勤務をするということになります。例えば私も実際にお会いした方が公認会計士だったんですけれども、とある公益財団法人です。公益社団法人ですね。ここの所轄官庁、これが内閣府になります。そして内閣府から定期的に決算の状況がどうだとか、そういう管理体制を検査が入ります。内閣府から検査が入ります。その中で会計に関する部分、これについての問い合わせを我々会計士が対応するわけなんですけれども、いろいろ会計基準に書いてない、少しどういうふうにしたらいいかなって迷うところがあるんですけれども、そういったところを例えば私が内閣府の担当の方に質問しに行くと、そうすると相手がやはり公認会計士として内閣府の中で働いているというところで、お互い会計のプロ同士で話しますので、いろいろスムーズにいくこともあるんですけれども、そういったところで公認会計士の、国の機関で公認会計士としての知見を発揮すると、こういったところも3つ目の分野としてご紹介させていただいております。それでは本日のまとめですけれども、公認会計士が活躍できるフィールド3つということで、監査法人以外の場所でも公認会計士が活躍できる場所がたくさんあります。その中で私の独断と3つを紹介させていただきますけれども、1つ目は税理士業務を行うこと、2つ目は企業内会計士として自分の知識経験を発揮すること、そして3つ目は国の機関で公認会計士として働いて自分の知識経験を発揮すること、
こういったことをご紹介させていただきました。もちろんここに紹介させていただいた以外にもたくさんの活躍できるフィールドはありますし、会計士になったからといって自己研鑽を怠っていては当然そういった活躍できるフィールドは広がっていきませんけれども、ぜひ公認会計士に受かった後も自己研鑽をして監査法人以外の場所でも活躍できる能力経験を積んでいっていただければなと思いますし、私もまたますます、自己研鑽をしていろんなところで活躍していきたいと思っております。それでは本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは公認会計士を目指す方に向けて役立つ情報を配信していきたいと思っております。動画の内容が面白かった、役に立ったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またツイッターでも情報を発信していますので、ぜひこの ID で検索していただいてツイッターの方もご覧いただけると嬉しく思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。